アラフォー女性と年下の青年の恋物語、シジュウカラ。第1話では、漫画家しのぶのアシスタントとして雇われた千秋の異様でテンポを乱されそうなアプローチが見られ、ドキドキした女性視聴者も多かったのではないでしょうか。しかし千秋はなぜしのぶに迫ってくるのでしょうか。そして夫や子もいる妻であり母でもあるしのぶはどうなっていくのか。今回の第2話は、いきなり水族館デート？しのぶは漫画家として窮地に立たされてしまい、次のテーマを18歳年下の美少年との不倫者に決めてしまったことで、取材と称して千秋を誘い水族館に行くことに。しのぶは少しずつ彼に気を許していく。千秋はというと、母親との関係性や過去にコンプレックスを感じていることが分かりました。さらに彼が月刊スパイスで愛読していた漫画が忍のデビュー作だったことが判明。そしてついに二人はキスという一線を越えてしまいましたが、次回第3話は、忍と千秋の健全な関係が良好に続く中、傭兵との夫婦関係は早いペースで不穏な道を直進していく。仕事は順調にこなす忍だったが、ある日街中で千秋と千秋の母、冬子の姿を見つける。そこに違和感を感じてしまい、思わず尾行する忍が目にしたのは、一軒のアパートにたどり着いた千秋と冬子だったが、忍は彼の正体につながる衝撃の事実に気がついてしまうようです。そして不安に思いつつも、彼に恐る恐るそのことを告げると、千秋の真の狙いが明らかとなるのか。前回打ち上げの時に中途半端に迫られたことが心のどこかに引っかかっている忍の様子から今回は始まりましたね。自身の年齢や立場を踏まえたり、相手の年齢や現状の関係性など、きっと彼女の頭の中でいろいろなことがぐるぐるしているのだとわかりますね。この時点ではまだ彼女の理性がちゃんと残っていることもわかりますが、一体どのようにして、どんな風に彼女は理性を超えてしまうのか。この第2話の中だけでもドキドキでした。水族館での手つなぎは世間一般でアウトかセーフか、際どい感じの描写になっていましたが、彼女の心情でアウトかセーフか判断されるのでしょうか。最後には忍が千秋のキスを受け入れてしまいましたが、第2話での段階を追って彼女の変化が見られましたね。しかし、このキスは彼に対する同情の気持ちもあるのでしょうか。不倫は決して許されるものではないですが、このドラマでは千秋との恋が成就してほしいと思わず応援したくなりませんか？なぜなら彼女の夫、傭兵の妻に対する発言がどれもひどすぎていちいちイライラしてしまいますよね。私だけでしょうか。妻の年齢や誕生日を忘れるなんて話になりませんし、他の言動でも昭和では許されてきたことでも平成ではグレーゾーンに、そして現在の令和ではアウトになってしまうことも。逆に世の中の夫は結婚してるからといって油断できないかもしれませんね。しかし、そんな夫とのベッドシーンはとてもエロく、むしろ美しさすら感じました。スマホの画像を見ていたこと、夫、傭兵を黙らせていたことから、彼女は夫が相手であっても千秋のことを考えていますね。彼女の心情の変化がどんどん移りゆくのがわかります。さらに今回は千秋の過去と母親との関係性も
少しずつ分かってきました。彼にも同情する部分が多くありますが、やっぱり彼の迫り方には違和感を感じてしまいます。水族館のエスカレーターで見つめるシーンは怖さを感じました。ただ、演じていらっしゃるのが板垣李光人さんだからありなのかもしれません。これまでの作品から板垣さんには爽やかであり正統派なイメージを持っていましたが、このドラマでは彼のダークな部分がより味わえる役柄になっていますね。実年齢では今月誕生日を迎えると20歳になる彼ですが、未成年とは思えない色気もあるところが見どころでしょうか。さらに年の差ということが題材の一つですが、山口さやかさんは年齢を感じさせない可愛さを持ち、魅力的な色気もあるので、二人の演技の相性もいい感じだと思っています。第1話での夫の夜の誘いや、バーで足を絡めてくる千秋を拒否していた彼女でしたが、今回は受け入れていましたね。一度拒んでいるからこそ、今回の忍の言動は、ただの主婦ではないことを感じさせてくれました。同時に彼女は漫画にも正面から向き合う覚悟を決めたことで、彼女の漫画に対するモチベーションと彼女の恋心というかエロさがまるで比例しているかのようですが、その背景にはやはり千秋という存在が大きいのかもしれません。デビュー作こそ真剣に取り組んでいた彼女。今後の作品は千秋が手伝ってこそ成り立つのかもしれませんね。そんな二人のスリリングな恋愛駆け引きが見どころですが、父陽平の母忍に対する態度に引きつつも、かといって思春期真っ只中で母ともべったりすることのない息子が家で忍と千秋の仲良さそうな様子をいつか目にしてしまうのではと、こちらもドキドキしてしまいます。今後の展開では息子か夫が家で目撃してしまい、そこからこの家族が雪崩のように破綻していくのでしょうか。息子に対しては料理をしない母冬子と、料理やアイロンなどテキパキこなす忍が今は対照的に描かれていますが、もし今後忍が道を踏み外し千秋と一線を越えてしまったら、きっと彼女も冬子と同じようなフィールドに立たされてしまうような気もします。どんな役にでもなりきれる山口さやかさんの可能性を信じ、いろんな表情の忍を次回以降も期待していきたいですね。第3話は1月21日の深夜放送となります。ぜひお見逃しなく。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。